本日のセカンドチャンネルは、皆さん元気お過ごしでしょうか。本日9月の20日。まあ、9月も残り10日で、終わってしまいます。栃木県宇都宮市はあいにくの雨です。で、今日ね、なんか気温が18度ぐらいまでしか上がらなくて、結構朝からなんか寒いなっていうような感じだったんですが、まあこういう、まあ季節の変わり目っていうのかな。まあ案の定、体調を崩す人が周りに多くて、で、うちの嫁と、せがれも、まあ風邪ひきまして、で、それをもらったのか何なのかちょっとわかんないんだけど、なんか今朝から具合悪いなっていうか体痛いなって思ってて。で、2、3時間前ぐらいかな。から、なんか節々が痛くなりまして。まあ、なんか熱出るのかななんていうのも、思ってるんですが。ねえ、こんなに季節さ、気温、季節じゃねえや、気温がコロコロ変わられるとさ。ねえ、体調もついていかないよね。一応ね、体力作りじゃないけど、普段から筋トレやったり、一応栄養には、健康には気をつけるようにはしてるんですが、それでもやっぱり、追いつかないよね。こんなに、コロコロと変わられてしまうと。で、ちょっと話は変わるんだけど、まあ今日が9月の20日で、で、明日が9月の21日で、その次木曜日が祝日でさ、まあ赤い日で。で、金曜日で、今週の平日は終わりです。ふざけてんだろう、マジで、本当に。何3連休って、クソ。ねえ、この間土日月って3連休あったなって思って。で、今日明日平日でまた休みでさ。んで金曜日平日でまた休みだぜ。体調狂うとか云々の前にね、その仕事のペースが狂うよ。まあね、個人でさ、個人事業主でやってる方とか、まあ会社のね、まあ上の方っていうのかな、とか、まあそういうなんか作業の、最前線で動いてるような人々は、正直休みって痛いよね。本当に。僕らなんかはね、まあ僕らっていうか僕の場合はその、まあお客さんから車両を預かってやったりさ。まあ販売ってなると、ね、やっぱり今乗ってる方の車検に合わせてとかってやると、やっぱり平日しか動けないから、もうちょっと考えてほしいよね。なんか、そこまで休みって重要なのっていうさ。まあ家族との時間とかね、そういうのを取るためにも必要だっていうのは分かってんだけど、ここまでね、休みばっかりにされてもさ、族との時間を取るためにも、やっぱね、頑張んないといけないし、俺は何の話をしてんだ？また頭が回んなくなってきてるぞ。本当に、セカちゃんは緩いよね。メインチャンネルもちょっと本当全然動画上げられてねえや、マジで。やべえ。だちょっと近々、コーティング動画を久々に上げます。で、うちでもね、ちょっとまた久々にコーティングを始めようかなっていうので、今、大野と話をしてるので、まあ、そんなの回して紹介できればいいかなと、思っております。まあ、そろそろ1万5千人ということで、なんか2万人いったら、記念になんかやりたいね。プレゼント企画でもやっちゃう？いや、プレゼントはいいや。なんか、
これは俺の意見だけどさ、昔から本当に初めの頃から見てくれてる人も中にはいて、で、初めから見てなくてもね、いろんなコメントをしてくれる人がいる中で、プレゼントしますっていう時だけ、ね、くださいって言ってくるやつも多くて、そういうやつにたまたま当たっちゃうってなると、なんか非常に申し訳ないなっていう気持ちが大きくなっちゃって、だったらやんないのがいいなっていう結論に今のところ至っているので、まあわかんないけどね。またいずれやろうかなとも正直思ってるので。まあなんか2万人行ったら、ね、1万人行った時に記念でできなかったので、ちょっと何か、やっていこうかなと思っております。まあその辺も、準レギュラーじゃないけど、大野くんの方ともね、ちょっと話し合いながら、やっていきますので、まあ、ちょっと楽しみにしていてください。あ、そうだ、それと、ステッカー、ありがとうございます。まあ、おかげさまで残りも枚数が少なくなってきましたので、で、じゃあ、概要欄の方にまたリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。そんな感じで、今回もゆるーく、終わります。6分30秒。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まあ次回までに体調良くなってればいいけど。まあ皆さんもね、体調に気をつけてお過ごしください。では。